高畑充希と岡田正樹がダブル主演を務めるドラマ、1122位夫婦の場面写真が新たに到着した。画像、高畑充希と吉野北斗が共演する、1122位夫婦。場面写真渡辺ペコによる同盟漫画を実写化した本作は、結婚7年目、子供なし、セックスレスだが夫婦仲は良好な30代の男女が、今外恋愛許可制を導入する物語。高畑が妻、 相原一子、岡田が妻公認の恋人がいる夫、相原つ也やに憤する。つ也やの恋人、柏木光役で西野七瀬、水木の夫、柏木四郎役で甲羅健吾も共演した。この度公開されたカットでは一子とつ也やが一緒に料理をする様子、つ也やと水木がお花教室で花を生ける場面が捉えられた。また吉野北斗、ザ・ランページ。 演じる女性向け風俗店のセラピスト池畑玲と和子が見つめ合うシーン、夫婦になる前の水木と四郎の姿も見ることができる。今泉力也が監督を務め、妻の今泉香織が脚本を執筆した、1122い、e、夫婦は、プライムビデオで6月14日より全世界独占配信。全7話のうち、3話までが最初に公開され、以降は2話ずつ毎週金曜に配信される。C 渡辺ペコ、後段車 C、マーあまあ CO LT、LTD。